しいな。厳しい。浪人生だけでも見ることができるので、いよいよそれぞれの判定ですね。じゃあ第一志望早稲田社学、やっぱり社学に行きたいですか。どうで始まりました、こちらチャンネル。さあ今回ですね、はい、わざわです。触れられました。はい、で日本帰ってきて、なんで止まってまだちょっと起きたばっかりなんで、夕方に近いですけど、私の頭はまだ全然朝状態なんですが、はい、時差ボケ状態ですが、じゃあ模試の結果帰ってきましたんで、見ていきたいと思います、はい、なんで司会進行になって共通テスト模試ですよね。はい、第何回だっけ。2回ですね。でまあいろいろ自己採はねやりましたけども、まあ実際合ってたのか自己採と、そして一体判定ですね、どうなったのか。でまあまあ今回学力レベルとかね、順位とか見ていきますので、やっぱ模試っていうのはね、自分がどの位置にいるのかっていうのを知るためのものですから、一喜一憂するものではありませんが、では行きましょう。まず英語リーディングが77点、偏差値 61.8、 学力レベル A ですね、はい、平均点 53.2 で 48,245 位という形でした。これ自己採と合ってます。はい、同じでしたね。よかったですね。まあマークですからね、間違っちゃ困るわけなんですが、はい、まあ77でね、満足ですか。いや、ちょっと普通すぎる。はは、なるほどね。はい、それでも、まあ、平均低いですからね。続いてリスニングが65点で偏差値 54.3、 学力レベルは C、 上がってはいる。平均点 57.4 で A 順位としては11万582、低いな、はい、うん、という形ですね。これに関しては、まあ、まだ慣れてなかったってのもあるかな。でこれ自己採と合ってました。合ってたと思います。はい、点数は合ってたと。で、合計すると142点で、偏差値 58.7 で学力レベル B、 平均点は111点で、順位としては 69,073 位という感じでした。なるほどね。英語としてはまだやっぱリスニングは課題ですか。リーディングも両方とも課題です。なるほどね。果たして本当に、まあ共通テスト利用でさっさとどっか待ち受かっちゃってほしいんですけどね。厳しいな。厳しいね。なかなか共通テスト取れないね。はい、続いて国語、139点、偏差値 65.8、 学力部 S、 平均 92.2、 まあ平均が低いよね。で2256、これはどうですか。結局合ってたんですか、これ。あ、自己採は合ってました。はい、それぞれ現代文とか覚えてる。いくら。あー、もうな、大体は覚えてます。過去の動画に見なきゃいけないか。まあ漢文が満点で、それぞれ他は6割ぐらいみたいな、そんな感じですね。なるほど。え、これは満足ですか、どうですか。いやー、足りないけど、おお、足りない。まああとはそうだな、平均点が低いのは現代文が難しかったのと、うん、多分その現役勢がまだ漢文できてないっていう理由で、なるほど、そうなったか、漢文で取れてうまくなったのかな、うんうん、で日本史ですね、得意の日本史が100点中94点と、うん、はい、偏差値 76.5 高い、そしてまた S ということで、平均点は 51.4 で175位ですねだいぶいるなぁ、ほんと上が、いや満点やっぱりたくさんいるってことでしょうね、これね。で総合でいうところの、はい、68偏差値で、英国地歴公民型だと598位で、文系だと4258位と、うん、じゃあこの文系っていうのは数学の人もいるってことか、うん、あ、そっか、っていう感じになってるわけですね、はい、でまあこれが全体なんですが、浪人生だけでも見ることができるので、はい、浪人生だけの方見てみましょうと、はい、浪人生の方でやるとやっぱり平均が高くなりますよね、当たり前ですけど、ね、さっき英語の平均 53.2 だったのが65ですから、一気に高くなりますね。現役生が 52.3 で高卒が65ですからね。でリスニングも現役生は 56.6 なのに対して高卒は 66.7、 やっぱ全然違うね。下回ってるし、うん、確かにそうだね、平均点いってないもんね、リスニングだと。で全体が合計すると、で国語に関してもやっぱり現役生は91だけど高卒生は106いってますからね。で地歴公民の日本史に関してはやっぱそうですね、現役生は 50.6 なのに高卒は 63.7 と、で73位になってますね。でも100人じゃ現役生でも上がいるってことでしょすごいっすね。満点どんだけいたんだろう。じゃあいよいよそれぞれの判定ですね。まあ判定はあくまで参考までにですけど、見ていきましょう。じゃあ第一志望早稲田社学、やっぱり社学に行きたいですか。そうですね、社学の判定は C 判定と
おお、なるほど。 C 通りましたよ。いいじゃなかった。何勉強したいんですか。いや、何を勉強したいのかなと思って社学がいい。あー、なるほど。決まってないっていうのもあるんですけど、でもまあ、うん、教育と経済関係を両方学びたい。なるほどね。で、共通テスト測定 67.6 で、ボーダーライン 67.5 だ。あ、ボーダー超えてるよってことだね。順位第一志望の中では95位。おー、なるほどね。総志望366。まあ今後ね、来ますし、たくさん、さらにまあ共通テストと全然形式違いますんで、レベルも全く違いますんで、という感じになりますね。はい、どうですか、 C 判定取りましたよ。満足はしちゃいけないかな。うん、その通りです。しちゃいけません。全然形式違うし。そう、結局そこ、はい、どの辺にいるかっていうのが見えるわけですね。1人が47位だから、 C 判定のこんだけいます、223人いるってことで、まあ上にはこれだけいるわけですからね。定員内には入れますよってことね。まあこんだけの人数だったらね。はい、すごいね、 62.5 のあたりにいっぱいいるんだね。459人分布が分かりました。続いて小学部ですね。早稲田大学小学部、これってやっぱ第2志望ですか。まあそうですね。じゃあ社学と小両方受かったら社学だと思います。行くと。なるほど。はい、では早稲田大学小学部は E です。おお、小の方が低く出ましたね。 67.4 に対してボーダーラインは70。ボーダー高いね。で、第1志望者が2002人中102と、偏差値 56.8、 総志望者中337、 57.8 と偏差値、ほうほうほう、平均偏差値とこの本人成績、大学配点とかまたあって、悪くはないんだけどね、ここにね、教科別成績は。ただやっぱね、すごい人数いっぱいいるね。第一志望の人数が全然違うもん。第一志望2000人いるもんね。で、総志望3900だから、やっぱ多いね、受けた人。 A 判定、 B 判定、C 判定、 D 判定214で、あは E300、 E の中でまあ上のとこにはいるってことね。すごいね、やっぱ小が一番人気なんでね。もしでもいつも総計クラスも書いてる人一番多かった。次社学だったけど、はい、じゃあ続いて早稲田大学文化構想ですね。文化構想は D。 あー、なるほど。偏差値67でボーダーラインが 67.5、うん、で第一志望者平均が58か、201で総志望者452。これもなるほどね、文化構想でも D か。なんか頭いい人がすごい書いてんのかなって。あー、こんな感じですね。 D 判定のところ65のところにいるって感じですね。はあ、やっぱすごいね、早稲田の人数。このひー、これ見るとね、確かにすごいね。 77.5 の人1人しかいない。 S が7人いる。はあ、自分の位置が分かるっていうのはね、その模試のいいとこですから。全国大会ですからね。続いて文学部。文学部は D。 はあ、はあはあ、67.0 で、ボーダーは 67.5、 またこれもボーダー以下と。第一志望者の中222、総志望者の中566位とか。この文でも D なんだね、すごいな。早稲田65のところにいますね、418。まあ E 判定が自分にとっては自然だったから、なんとも。まあね、 D を取れるようになったと。続いて教育。はいはいはい、言ってたね、公共市民学 A。 定員77人しかいない。 B。おお、なるほど。まあ第一志望者すごい少ないね。47人中3位で、249人中総志望者22と。うん、まあ良かったといえば良かったのかなっていう感じかな。もう実際に受ける人めっちゃ多いから。なるほどね、こんなんじゃないと。で、はい、こんな感じで言ってますね。うん、やっぱすごい人はすごいね、16人。そして早稲田、人科書いたんですね。もう受けるのでちゃんと書きました。はあ、早稲田ならどこでもっていう感じで。はい、まあ決してそういうわけではっていう。では A 判定ですね。はい、おお、ついに早稲田 A が微妙ですか。みんな書かなすぎでしょ、これ。人科、まあそうね、書かないんだよ、とにかく。あなたの場合も言ったじゃん、書かないから書けって言ったでしょ。そう、書かない人多いんだよ。はい、60人しかいないからね。6位、はあ、総志望者242中15位。最終的になったら本当はもっとたくさん受けるんでね、この書いてない人たちもたくさん人科を受けますんで。はい、ということでこんな感じですね。 A 判定の14人のうちの1人に入りましたよという感じでした。はい、皆さんぜひ比べてみてください。続いて明治大学。まあ明治 A に決まってるでしょ、そんなの。だって早稲田でさ、だって B とか出てるんだから、それは明治 A 出ないわけないんで。と、明治大学小学部649人中12で、総志望者数3501人中193位と。はい、おめでとうございます。いや、よかったんじゃないですかね。はい、A。 あ、やっぱ上いるんだね、それでもね。やっぱ多いっすね、受ける人が。いや、続いて明治の政経ですね。政治経済学部が A 判定。第一志望370中7位、総志望者数1441人中112位ということで、まあ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 妥当ですよね。また英語がね、結構
構いるな、これも。でもこんな感じで取れましたね。そして最後は明治経営、経営学部も A 判定、はい、明治は全部突破しましたね。第一志望者806人中11位で、総志望者数だと101位と。おお、よかったんじゃないこれ。はい、ちゃんと取れました。上にいるな、やっぱまだまだ。不思議だな、こんなにいるんだな。はい、まあ成績は伸びたと。第1回の時は 63.1 の偏差値だったのが68に上がりましたよということで、よかった。落ちなかっただけはいいのかなと、うん、このままね、順調にいってもらえればいいんじゃないか。まあまあ、もちろん共通テストとはね違うんで何とも言えないですけど、はい、最近はどうしてるんですか。過去問解いたりとか、仕上げの参考書をやったりとか、そんな感じですね。お、仕上げまで入ってるわけですね。なんだかんだで9月ですからね。どうなるのかですね。ここからちゃんと仕上げて合格してもらえればと思うので、まあ、頑張ってください。はい、他にもねメンバーいますんで、アイドルのルーは申し込み忘れとったら、うん、あんなにね散々この模試受けたらいいですかとかって来て、これやっぱりこっちがいいですとかって言ってた、何だったんだあのやりとりはっていうね元気を受けてないかいみたいなね。はい、まあ、ルイちゃんもねこの間受けまして、おお、まあ、期待は全くしてませんが、まあしょうがない。はい、おばたの兄さんに置いていただきましょう。ありがとうございました。応援よろしくお願いします。